どうも、テラクです。今日もミンゴルやっていきましょう。ここにある1万ポイントで手に入る CS クラブ、こちら、カッコフルスイングって書いてあったんで、やったと思ったんですよ。やったと。これでフルスイング、使える人たちが増えるぞと。って思ってたら、そうではないよと。これどこ見ればいいんだ。この CS クラブフルスイングっていうのはカスタムの部分のスキルを指していて、で手に入ってもプラス1と、ボールとクラブ合わせてプラス2のフルスイング、まあポイントがあると。で最大値で使うにはプラス20いるんですよね。だからこの CS クラブは4本、ボールは4つないとフルスイングスキルを、まあ、各クラブに当てられない。まあ意味がない。まあそこまで意味がないとは言わないんですけれども。んで、まあやるかランクマッチ。まあこっちでも一応クラブは手に入れておこうと思います。よーし、アクポリ、BGM アクポリにしますか。だいたい1時間で手に入るので、まあよし、やっていきましょう。367367。ただこっちはあれなんですよね、あれがないんですよ。無風低反発がないんですよ。サブアカの方には無風低反発があるんですけど、こっちの本アカの方に無風低反発がない。うわー、フルスイング、これそんなうまくいかないっしょ。どう？うん、 9.6。 これ決めてくるかな。いける？つけるだけか。ただまあ勝ちは勝ちだ。ほぼ勝ち。はい。来たー。3倍。サバワイか、嫌だな。嫌だな。3倍か。勝ちたい。ここは勝っておきたい。そして雨と。なるほどね。わかった。無風は絶対。祝砲打っとくか。で、150。で、213でいいか。で、ぴったりでいいんだっけ。これね、雨分考えた方がいい。これでいいかな、21.3。いや、マジか。いやー、もう少し強めか。むずいな。はいはいはい。負けました。悔しい。どの道負けか。じゃあまあ、じゃあまあいいや。よし、
ここで勝たなきゃいけないんですけど、場所が悪すぎる。はい、続けてやっていきましょう。これぐらいでいいか。はい、対戦の場所が悪すぎた。もっと強くか、難しいね。これはこれぐらいかな。こんぐらいでいい気がするけど、これ大丈夫かな。ダメ。はい、ダメ。ダメでした。金が行きましょう。一発でいけるか。352、祝砲で 8.4 上だから、まあぴったりでいいけど、ちょい強めにしとくか。 OK。 これは勝ったかな。1.1 1600。あ、ここを決めても決めなくても勝ち。よし、ではとりあえず勝ちましょう。ポイントってどれぐらいでいくんでしょう。挑戦権までは1000ポイントで挑戦権か。ジャックポー一発かじゃないか。しか、ヨフうお、ギリギリなんとかなった。祝砲で打つのやめてました。祝砲で打つのやめてました。この状態で続けるのか。はい、1,2,3,4 かな。低反発打ちたいけど、まあ無風にしますか。ぴったりでいいかな。 OK。
4じゃないか、もっとか。いや、ちょうどいい。よし、OK。今のでいい。では決めていきましょう。この辺でいいと思う。OK。来ない。よし、1000ポイントいった。では報酬を受け取るで、挑戦します。直樹には勝てないので、キャリーでも怪しいんですけど、でもとりあえずキャリーは挑戦しないとダメだと思う。晴れてる。鳥間晴れてる。祝砲で飛ばすか。場所がそこか。そしたらこっちはダメだ。祝砲は飛ばせない。霊砲はないんだっけ。ただまあ雑照すればいいよね。ジャストショットすればいい。ジャストショットすればいいから、そんなに怖がる必要はない。うん、 1.3 倍はもらっていく。相手の2打目だな。どうするか。そこに打つ。よし、これは勝ちだ。これは勝った。来た。右1の低反発じゃなくて祝砲かな。で1個右、で148で打ちます。2.3 下、これでいいよね。 OK、 かなりいいところにつくはず。まあまあか。お、当たる。当たらない。当たる。どう？パ。いや、いい対戦相手でした。まあ、エミリアずっとこれでいいと思うんだけど、このレベルで頼む。はい、1495と。うん、それでですね、この1ポイントは挑戦権1枚は使いません。この挑戦権1枚は次のこの挑戦権3に当てて4にして、で2回エミリアと対戦します。
じゃあ引き続きランクマッチやっていきましょう。ピュアフィーか、ピュアフィーだな。一発。無風祝砲で213にするか。で8.5下だけど、まあちょっと弱めにしといた方がいいかな。こんぐらいかな。 OK、 まあ悪くなし。うん、ジャストショットしないと負けます。まずい、負けたかもしんない。 2.5、 なかなかだ。あ、まあ勝ちか、よかった。ほう、入れていきましょう。なんと、きた。3倍か。キンガープロ、これに勝つとかなり1万ポイントに近づけるようになるけど、ここやだな。夕暮れか。この程度にして、低反発打つか。したでいいかな。風が結構吹いてると思うと弱めでいい。 OK、 ジャストショットしたかったけどしょうがない。うん、ちゃんと止まる。何撃ってくるんだろう。ロングキャリー。よし、167。うわゲロ。何メーターだろうね。まあ無風打つしかないかな。4.5 した。うん。あんま考えてもしょうがない。ぴったりでいいよね。まあ強めに打つか。強めに打とうか。うわ。ジャストできない。どうどう、ダメ、負けか。また負けか。勝てないな。相手しくるか。ちょっと強めがダメだった。強めにやるべきじゃなかったか。しくるしくる。うわー、負けた。悲しい。よしよし、はい、勝ててたらもうかなりいい。もうすぐ1万いく感じだったんだけど、負けたからもうしょうがない。よし、まあコツコツやりますか。352と。
いいね。またが、うん、ああ、187フェアウェイ。右123こんぐらいかな。で無風ちょっとそこまでじゃないか。これでいいか。ぴったりでいいかな。強い 10.7 した。まあいいか、打っちゃおう。あーまた失敗した。チャンム。よし。これどう？どう？2550。ってことはこれ決めないと負けか。うわ。負けた。まあジャストショットしてれば勝ってたんだな。ただ単純に来ない。雨祝福。うん。すっげえ。祝砲2回。ぴったり。でも雨なんだよね。よし。おうま。まあ今ぐらいでいいってことか。そしたら無風1、2。でもそんなにいらないよと。うん、いい、これでいい。で、今の見たらぴったりでいい。 OK、 よかった。これ勝ったでしょ。これは難しいぞ、決めるの。どうだ。はい、数。どうだ。うん、じゃあ入れましょう。来い。3倍。また雨か、やだな。176の底。祝砲打つか。祝砲打って下。これぐらいでいいかな。20ヤードの強さ。
強すぎた強すぎたか。 9.3m。 うーん、強すぎたか。これも同じく20ヤードじゃん。どうだ、風か。うわ、もうこんなん勝てんわ。こんなん勝てんわ、もう。外す。3000か。まだまだですね。ちょっと相手が強いというか、ホールが嫌なホールばっかだ。9ヤードで外した。目測を誤る。祝砲。これも勝ったでしょ。礼法。で、何を打つか。礼法で下。ちょい強めか。ちょい強めで打つと、まあこんな感じと。じゃあちょい強めで打った方がいい。1、2。無風だね。無風。オッケー。いいんじゃない。負けじゃん。ぴったりでよかったか。来ない、対戦来ない。行こうか。はい、まあ普通に打つか。強めぐらいで打つか。まあこんな感じと。ちょうちゃん2で、こっからどうするか。203ヤード。20ヤード強く打ったらどうなるか。おお、なるほどね。20ヤード強く打つ感じか。わかった。1、2、3、4で、祝砲にして143。これ良くない？20ヤード強く打つ。 OK。 マジか。全然違うじゃん。あの距離だからってことか。なんかすごい集大を晒してる。結局負けか。対戦相手こず。
さてと宿坊ですね。この辺 OK。 ジャッシュしろよ。残り100でどう打つか。デフォーちょい強め。どうかな。だからここはぴったりでいい。ここはもうぴったりでいい。無風で右。うわなんでや。なんとか勝てそう。ほう。外すなや。あふん。まあまあか。はい、なんと勝ちましたよと。いやーどこがいいかな。キングスガーデン。これはサンドウェッジで出すしかない。で、無風。で、いけるよね。まあまあ勝ったでしょ。相手はサンドウェッジじゃないから木にぶつかる、ぶつからない。どう？おー！当然。いいわね。あ、決めなきゃ負けか。よし、挑戦者来い、来い来い。来ない。3500。パリスロ行きましょう。よし。ああそういう感じね。そういう感じで、ね、分かった。手前オッケー。まあ悪くないはず。まあ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 。で2回1.4。負けじゃん負けじゃん。ファンターノ行きます。ニダーだね。まあ、ここでいいか。無風で一発。祝砲でもいいけど祝砲打つのありですね。
2打目の場所、 2.3 マイナス弱め、なんかしくったんだな。よし。飛ぶ。一個右。そしたらもうほとんどこんなんでいいじゃん。で、無風でぴったりでいいでしょう。うわぁ。思ったよりいかなかった。あー、まあいっか。あのグリーンの形状が読めてなかった。これも外すと見た。入る。そんな。こんなんでいい。オッケー。さあ来い挑戦者、来てくれ。来ない。はい、場所が宿坊で、そこ宿坊で飛ばした方がいい。126でどう飛ばす、133でそのぐらいの力。どうだ。弱めでもいいね。弱めでもいい。無風はここをライアシ打つか。ライアシュート、オッケー。狙い通りではある。頑張ったと思う。相手は多分入らない。どうだ。じゃあ決めていきましょう。よし、挑戦者来い、挑戦者来い。来た。2倍。よし、これは可能性ある。これはすごい可能性ある。299か。下、祝砲にして、祝砲にしてだね。で弱め、さらに弱くす。283、これだね。で打つだけ。オッケー。完璧。100点。これは勝ったでしょ。もうずっとエミリアと対戦します。86.6。どう？
でここは決めてくるといいね。ありがてえ。これで5000ポイントいくと。はい。よかった。で、挑戦権をもらうと。じゃあエミリア3連戦やっていきましょう。これ弓全然当たらないね。弓とは直樹には勝てないしね。キャリーは、あ、キャリーか。エミリア下だった。キャリーでした。キャリーと対戦していくと。はあ、雪やめてくれ、やめてくれ、本当にやめて。極寒はやめて。極寒じゃないよと。極寒じゃないのは助かった。7.2 上。祝砲がいいね。祝砲がいい。で、335にして、全力ウッパでいいんじゃない？多分これでいいよね。こうかな。OK！うん、まあ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 、うーん、普通に打てばよかったのか。いっちゃえ。このね、勝負めっちゃ大事だからね。2.3m。 まあぴったりでいいか。まあまあまあ、よし。勝てばな、勝てばよかろう。勝てばいいだけ。よし、キャリーには勝てる。はい、でもう一回キャリーと対戦します。サバワイか。パーさんの1打、8.5 上。8.5 上か、下。で、ここも祝砲。で、190、170、195で。で、8.5 上分がどれぐらいか分かんないんだよね。これぐらいかな。結構、でもこれやりすぎかな。まあ、間を取るか、間を取ろう。これぐらいにしよう。むずいよ。 2.6 負けた？負けてない。これ入れたら勝ち。まあいい、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 いいよ。よし、オッケー、勝った。はあ、かろうじての、かろうじての勝利。
これはでけえ。はい。よし、あと2000。あと2000で、1万コイン、1万コインと到達と。これね、祝砲だと届かないか。届かないね。まあまあいいか。うん。はい、ショー。相手が先、レーニー強め、レーニー強め、よし、ぬめ強めか、わかった、強め、うん、無風で一個右なんだよな。で、下負けか。もう負けだからクルパを目指す。クルパ、クルパで勝つ。ダメ。よし。来たー。3倍、よっしゃ。ただドバヤバか。3だってこれか。なるほどね。ライアシにして185でいいんじゃないか。ぴったりでいいよね。オッケー、よし、やったぜ。運が良ければ近くに寄る。これが限界か。宿二か。どうだ。いや、また負けじゃん、もう。残りあと何回対戦すればいい。1400。だから普通の対戦でも5回勝てばいい。5回勝ちゃいい。まあダメ。あー、ダメか。大雨すごいな、全然飛ばない。よし。
そうだ。まあな。来ない。雨195。そんなに降ってない。無風。ちょい強め。雨分で 4.6 上。これでちょうどいいと思う。 OK。微妙かな。これ勝ったっしょ。これ勝った。3倍ピアフィープロ。全然勝てないこいつに。なるほどね。これはチャンスだな。祝砲この辺でいいか。来た。ぴったりか。まあまあまあいいっしょ。オッケー。まあ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 、これ以上飛ばんし。よし、相手は2打だ。これはやっと勝てたんじゃない。やっと勝てたはず。そこ。来てるのがやっと2100、2600だからこれ外しても大丈夫。よし、行った。1枚来ました。1時間かかったかな。はい、もうやりませんと。報酬受け取る。で、プレゼントも受け取っていく。で、トレーニング見る。いやー疲れた。で、能力ボール生成。ちゃおうかな。98。
そしたらツアーでゴルフの、おはい、リーグランキングは今こんな感じか。なるほど。はい、クラブセット、この CS クラブがどこに当てはまるのかをちょっと見たいなと思います。ここか、ロングアイアンか。なるほどね。なるほど、そうですか。なるほど。なんかちょっと最後にパターはね、パターそっか、なるほどね。ウェッジ、ウェッジはこれか。ショートアイアン、でロングアイアンと、ここに来ると。フェアウェイウッド、トリックアトリート、サイドスピンだな。サイドスピンが低い。やっぱトリックアトリートサイドスピン低いか。トリックアトリートでもいいんだろうな、多分。パターこれで、ショートアイアンがこれじゃなくてこれ、インペリアルフォーカスクラブ、スキルがフルスイングがプラス16。まあロングアイアンに入るのか。なるほど、わかりました。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。